皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編深い話第1回目となります。こちらの番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組となっています。主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生よろしくお願いします。お願いします。第1回目でございます。そうですね、はい、本当の話のニュースを始めたのはもう2年以上前、そうです、2年半ぐらい、2018年の1月からになりますね。2018年の1月、はい、それで去年の2019年の4月か5月頃から、はい、医者は知らずという番組を始めましたよね、はい、で医者知らずの番組を始めて1年も経たないうちに、コロナウイルスで医者に行けなくなったというふうになりましたね、はい、それでまあ医者知らずをまあ半年、1年半ぐらいやってきたわけですが、はい、それは非常に良かったんですね、うん、つまり我々は都会にいて、多くの人が都会にいて、そして日々の生活をこう何ていうかこうプログラムみたいに沿ってやっていると、うん、はい、しかし我々の体は実はそうじゃないと、体はまた別の何ていうか流れっていうか、はい、リズムで進んでいると、まあ、いうことから現在の生活をして、近代的っていうか現代的な生活をしながらね、医者に行って薬をもらうっていうのはまあ我々の本当の姿ではないと、まあ、いう認識からいろんな先生に来ていただいて、はい、まあ、医者知らず、医者いらずっていうとね、医師会から文句が来るんですよ。だからそんなこと文句言ったら違うんだけど、はい、で医者知らずで行ったんですね、はい、でまあ1年半ぐらいやってきまして、コロナウイルスの騒動でもですね、医者知らずの番組を見ておられる方は、まあ、かなり自分の心を制御できたんじゃないかと思うんですね、うん、はい、で1年半やってみますとね、やっぱりちょっともう少し深く、うん、やっぱ入って、日本人とは何か、日本人とは何かっていうと、どうしても自然とか、うん、神とか、はい、まあ、男女とか、まあ、そういう話の奥深いところにね行かないといけないと、うん、まあ、いうことで、今日はですね、はい、東京からはるばる1500キロっていう感じかな、ロケーションを最高の場所で、日本の西端、はい、大村湾を見ながらね、はい、長崎県佐世保市の南川棚というところからお届けしています。そうなんですよ、はい、私たちの目前にはで眼前には大村湾が広がっておりまして、はい、今少しまた雨がね降って、ね、シャワーのようになっておりますけれども、先ほどから今これ収録してるのは夏なんですけど、はい、夏だというのに、セミの声と、はい、それからウグイスの声が同時に聞こえるコラボレーションということでね、はい、ということで我々の精神も正常にし、はい、本来の日本人の精神にしてね、そしてこの番組をスタートしようと、はい、まあ、いうことであります、はいはい、それでは早速ですけれどもゲストをご紹介します。一般財団法人姿勢学術協会姿勢塾代表の片山健先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、先生とは、はい、私は2回目なんですけども、はいはい、何度か武田先生はその後も、僕なんかも話は随分したし、はい、先生の道場で鍛えられてね、はい、全然覚えが悪いんですけど、はい、一応健康な方に向かっていきたいなと思ってます、はい、何度も何度も番組でもこの片山先生の名前を出しているので、はいはい、もしかしたら初めてじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけども、ね、まあ、今日は改めまして、はい、お話し続けていきたいというふうに思います。今日はまあ第1回目ということで、こちらタイトルにもあります通り日本人の姿勢というところから入っていきたいと思いますけれども、先生早速お願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、私でいいのかどうなのかっていう心の迷いはまだあるんですけども先にですね、はい、その姿勢という言葉についてちょっと説明させてください。この姿勢という言葉は実は明治以前にはなかったようなんですね。立ち居振る舞いとか、礼儀作法とか、そういったものを使ってたのを、明治の頃にたくさん外国から言葉を輸入しまして、まあ、その時にですねドイツ語の、ケルパーヘルツング、まあ、体の鍛えるっていう意味が若干あるようなんですけど、まあ、それをですね、まあ、散々探したんですけどどなたが訳されたかわからないんですが、まあ、姿勢というふうな新たな言葉を、まあ作ったと。ですから中国の漢字にはない言葉だと思います、姿勢というね。でこのやっぱり日本人のこう特性といいますかね、物事が入ってくると
研磨、磨き上げてですね、より、良いものにするっていうのはもう皆さん方、実感があると思うんですけど、この言葉もですね、姿勢と訳した後に、まあ、通常でも使われるように心の姿勢とかですね、精神の姿勢とか、随分とこう幅が広がってですね、日本人は使うようになったようです。でそれを受けて私もですね、一応あの姿勢研究家ということにはなってるんですけども、まあこの姿勢をですね、日本人らしく、体のみならず、心と、精神の姿勢ということで捉えております。で今回その日本人の姿勢という大きなタイトルに、ご招待いただきましたので、まあその3つの要素を含めて、私の知っていることをまあお話しさせていただければなということで、よろしくお願いいたします。はい。まあ、漢字のね、一つ一つの漢字っていうのはもう日本古来のものもあるし、まあ、途中で中国から入ってきたのもあるんですけど、はい、明治の時からですね、ほとんど あの近代用語っていうのは漢字、特に熟語ですね、これはあのほとんど日本の、まあ、福沢諭吉を中心とした人がですね、英語とかドイツ語とかそういうものから暗出したわけです、うん、例えば国家とかですね、民主とかですね、はい、それは全部あのその時に作られたもので、うん、それが中国に渡りまして、で現在中国で使っている熟語はですね、 75% からが日本から中国に行ったものだと、うん、こう言われてますね、はい、まあ、その 75% がどのくらい正確か分かりませんし、日本を大切にする人と中国を大切にする人、少し数字違うんですけども、いずれにしても現在の漢字の熟語はですね、日本発の方が多いんですね、うん、それは今こう姿勢なんかもそうなんですけど、はい、でまあ、そういうのをこう私なんかも勉強すると、うん、いやまあどうしてこういうあの素晴らしい漢字を当てたのかなと、まあ、いうふうに思いますので、明治の人のこう学問の深さを感じますね。では早速先生、ね、お話の方に移ってまいりますね。そうですね、ですね、第1回はですね、日本人の自然な姿勢ということで、まあ、自然と日本の文化の特徴というのは自然と非常に接近してるんですね、はい、これはヨーロッパの思想と大きく違うんですね、うん、はい、ヨーロッパは自然と対立関係にあるんですが、うん、日本っていうのは自然の中に、まあ、人間とか社会を考えるということがありましてね、うん、それで自然とは何か、だから自然とは何かがまず必要だと、うん、こういうのを片山先生も専門でね、はい、もう語らせると大変なことになる一応限られた時間になりますからね。はい、それから日本の自然ですね、はい、それから自然と人ということで3部作でお願いしたいと思います。次お願いしまして、まず自然とは何か、先生お願いします。はい、はい、これはですね、私はあの体ということからスタートしたんですけども、人の病気をこう考えるうちに実感としてあの捉えたのは、やっぱり自然といういわゆる、まあ、太陽だとか風だとか、そういった大陸だとかいった自然要素と人間の体は、相似関係にあるということをもう実感として、まあ、実感ですから、まあ、そのまんまですよね。そしてまたあの暮らしているところはこういうところなので、さらに深くですね、それを日々実感すると。で字を見てみましたら、まあ、あの自ずからとも読めますし自らとも読めますが、自然というのは自ずからしかりと、うん、もうそれとしか言いようがないんだということをこの文字は示してくれてますよね。だから自然についてとやかく語ると語るに落ちるっていうぐらいのもんで、実はもう自然は全てであると、いうことでいいんじゃないかなと思います、うん、でその自然のおのずという字がついてですよ、それを分けると書いて自分と表してるんですね。これ非常に面白くて、あ、そうか、気がついてみると私たちは自分自分って言ってる自分は自然から分かれているもんなんだということがあの気がつかされますよね。でこの自然を先ほどもあの申し上げたように、あの分離、その要素ということ、要素という言い方はおかしいんですけど、とにかく自然はそれとしか言いようがないんですが、あえて文字にしてみると、まあ、全体的であると。でなんで敵つけてるかっていうのというかというと、これ武田先生がよくおっしゃるように、僕らは僕らの目から見たことを考えてますから、これがいつもこう間違ってること多いと。
ということで自分自身をちょっとごまかすっていうか、余裕を持つために適をつけておりますけども、はい、まあ次に絶対的、まず一つ目は全体的ですから、全て自然は全てである。そして次に、絶対的、これ絶対も文字が2つありますけども、はい、ここでよく見ていただきたいのは対を立つと、書いた方の絶対、つまりですね、私たち人間はついつい悪いとかいいとかね、嬉しいとか苦しいとか言うんですけど、自然にはそんなものないんだと、とにかく全てが、相対することがないんだというところで絶対的である。つまりついを裏点で立つということですね、はい、はいはいはい、はい、そういうことですね、はいはいはい、あとあえて3番目に普遍とせずに普通的とこう書いたのは、うん、まあこれは意識づいていただきたいという意味で普遍を使わなかったんですけども、いわゆるあまねくところに通じると読めますよね、普通というのは、普通のがあまねくですからね、はい、あまねく通じる、はい、ですから私この普通という言葉の意味に気がついてる、ものすごく普通が好きで、まあとにかく普通になりたいなと、まあどこ行ってもどういう状況であっても通じるような考え方、立ち位置を持ちたいということで、考え始めたんですけどね、ところが自分になるとですね、部分的であると、まあそうですよね、私とか桃子さんとか武田先生とかを分けますよね。そして何かと常に比べていると、あの人よりも楽しいとか苦しいとかお金持ちだとか背が高いとか、常に私たちは相対的に物事を捉えて暮らしている。で、その、まあ、私は片山健と言いますけども、その片山健というその名前は同じものはあるかもしれませんけども、全く同じ片山健は、まあ、いないわけですよね。そうしますと、これは他にないものだという意味では特別的なんであろうと。でね、これを考えた時にまとめて、自分なりにまとめた時に本当に間違ってたなと。よく子供の頃からね、片山健とは何かということを、まあ、西洋でいうアイデンティティですか、それを、早く確立しなさいみたいな教育をたくさん受けてきたような記憶があるんですよ。お前は何だと、お前はどう生きるんだと、常にお前お前と言われてきたような気がするんですけども、それっていうのは実は反対の方向性に行ってたんじゃないかなと。どちらかというと私たちは生まれて以来、50年なり100年なり人生を過ごすわけですけど、まあ、帰りつくところが自然であるわけですよね、うん、そうするとこの生きてる間に自然にそのふるさとに帰る準備をさせられてるんじゃないかなみたいな、気になってき始めまして、はい、そういうふうな考え方になりました。さらに気がついたのは、ということは常に僕らは、分かろうとしてるんだと。何か分かりたい、分からないと不安になる、うん、だけども自然っていうのは分からなくていいんだと、お前と俺とか山と海とか、そんなことじゃなくって、とにかく一つとしてあるだけで、単に分けてるのは僕ら人間だったっていうような感じで、自然とは何かということを、まずお話しさせていただいたわけです、はい、まあこれ冒頭なんで、はい、冒頭から違う角度から言っちゃいけないんですが、いやいや、どんどん今のそういうその自分とは何かと問いかけるようなことですね、はいはいはい、これは僕の考え方によれば日本にはもともとなかった、はい、だと思います、うん、ヨーロッパにあった、はい、それを明治の人たちがヨーロッパの勉強した時に、はい、その人たちは実は日本の勉強をあまりしなかったんですよ、うん、それで日本の勉強をあまりしないうちに、うん、もう洋書が山ほど来たんで、まあ、それを読み漁ってる結果、うん、頭が洗脳されて、うん、自然と人間を、まあ、どっちかというと対立関係で見るということをした、はいはい、それが教育に持ち込まれて、うん、よく小学校でも君とは何、自分とは何かとか、はい、それから、まあ、勝負に勝つということはどういうことかとか、はい、人生に勝つとか、はい、そういう、まあ、非常に対立的で、まあ、僕に言わせると非常にこうみすぼらしいっていうか、はい、そういうことが学校教育で行われたと、
まあ、いうことはもちろん戦争に、が終わった後さらにひどくなってですね、それで、まあ、この今度のこの、深い話をしようとする僕のきっかけでもあるんですけど、やっぱりそこから早く出してですね、世界のどの、まあ、極端に言えば世界のどの国よりか優れた思想を持ってた日本、まあ、これをもう一回ちゃんと勉強しなきゃいけないという感じなんですね。そうですね、私はまあこういうその人間の体を見るようになって、非常にキーに感じるのがね、よくテレビなんかで、まあ、今、最近はテレビ見ませんけど、その右翼だとか左翼だっていう言葉がありますよね、ああいうその考え方自体がそもそも日本にはなかったと、つまりその右翼っていうのは右の羽と書きますよね、で左翼っていうのは左の羽と書きます。要するに、うまく空を飛ぼうと思ったら、両方の羽がないと飛べないわけですよね。それをね、今の日本が、なんか日本人と、もうこの言葉自体を発した途端に、右翼ですかみたいな雰囲気が世の中に流れてしまう。そうですね。まあ、どれほど、まあ、失礼ながら、どれほど勉強してないのかなっていうね。まあそういうことですね。要するに、鳥って何よって考えただけでも、右翼とか左翼とかそんなもんじゃなくて、胴体あって、全体として飛んでるとそうですいね。うことだと、まあ、考えるわけですね。で、まあ、後々出てくると思いますけど、日の丸なんかも祝日、日本人、あげないですよね、最近。だけどもですね、アメリカの旗の T シャツを平気で着てたり、ピザ屋に行くとイタリアンレストランの旗がかかってたり、インド料理とかね。どうなったのかなと。日の丸をあげると右翼って言うし、アメリカの T シャツ着て日本人って言うし、何なのっていう、その右翼そうです左ね。翼の話じゃなくって、その前、もっと人間的な話だろうと、まあ、気がするわけですそうけでどすね。ね。次はどうですか？これはですね、さっきの話をちょっと、マジョルシカってロシアに人形がありますよね。要するに、このいくらハグってみても同じ形が出てくると。つまり僕らは人間だと思ってる。あるいは今流行りのウイルス、コロナウイルスとか言ってるんだけど、要するに人間から見た宇宙と人間から見た微小なものっていうのは、10の何乗とすると同じなんですよ。20乗、まあ、これは専門が武田先生ですけども、10の20乗の30乗の宇宙の広さ、10の、マイナス20乗30乗の、微細なる世界ということは、常にね、僕らの目からしか見てないんだっていうことですよね。科学がこれだけ発達した宇宙がどれぐらい分かりましたって言っても、常に人間目線なんですよ。だからその人間がこの自分っていうことに当たるだけで、実は僕らは何にも気がついてないっていうか、もともとは分からない、分けてない。だけども、まあ、これ生まれてこの方ちょっと分かったような気になってると、まあ、いうことで、私はまあ、体の姿勢を中心にはお伝えしてるんですけども、まあ、皆さん方によくお願いするのは、私の話は分かったようで分からない話ですから、分かりましたと言わずに、分かったような気がしましたって言ってくださいねっていう話をね、まあ、しております。次は、これはまあ、そうだから、まあ一応人間と自然、それからまあ全体的な考えっていうのは、まあそういうふうな捉え方をずっと日本人は特にしてきたんですね。で、まあその日本っていうのは大体どういう気候風土にあるかっていう、まあ物理的な問題ですね。それちょっと整理す。そうですね、これ私もこういうお話をさせていただくということで、にわかにこう調べてみたわけですよ。で、そうするとですね、北緯20度から45度の間ですね、そして東経123度から154度の間、つまり赤道からですね、北極点のちょうど中間にあるんですよ。そして興味深いことに、この斜めに日本列島ってこう走っていますよね。つまり東西においても、まあ、中間とも言えなくもない。つまりね、真ん中の真ん中に、偶然でしょうけども日本列島ができてしまったと。で、そこで僕らは暮らしてきた。で、これはいろんな例えがありますけども、まあ、武田先生なんか科学者でいらっしゃるから、アフォーダンスなんていうお話をたまにされますよね。あるいは何ですかね、震度富士っていう日本の言葉がありますけども、
体とその土ですね、あの身と土は、不二である、つまり2つに分けることはできないんだっていうような言葉がありますよね。ですからこの日本の自然というのを調べていくと、あ、だから日本人ってそうなのかっていうのがね、ものすごくあの気づくことが多いんですよ。中間にとにかくある、あの寒帯でも温、あの熱帯でもなく温帯であると、乾燥した砂漠でもなく、一年中雨が降ってるところでもなく、降ったり止んだり、ですから熱においても湿度においても気圧においても全てが中間ということが言えるのではないかなと。の結果、日本列島には海の幸、山の幸で大地の幸っていうのが、たくさんあった。で、まあこれも後ほどお話しさせていただきたいんですけども、天皇陛下が即位された時に大嘗祭っていうのを11月25日、はい、あ15日に、なさいましたよね。あれ通常は新嘗祭ってこう言いますよ、はい、要するにいわゆるこの自然界の幸に感謝するお祭りの代表を天皇陛下がなさってると、うんうん、まあ、非常にこれはね日本的だなと。僕はよく知らないんだけど、イギリスの王女様とかね、諸外国のアメリカの大統領とかが豊作を祝って何かお祈りをするのかって、そんなことはないと思うんですよ。ところが日本の陛下、天皇陛下の大地の大仕事は大嘗祭なんですよ。日本の幸に感謝をして、で日本のこの、まあ、神という、これもまあ後ほど出てきますけども、日本の神たる神に感謝をしてご一緒に食事をなさると、まあ、これは非常に興味深いことで、若い人たちがね知らないのが残念だなと思いますけどね、うん、まあですね、地理的には非常に珍しいんですけど、日本温帯の島国っていうのは世界で日本しかないんですよね、はい、そうなんです。ただ1カ国だけなんですよ。 あえて言えばカリブ海のこう、ちっちゃい島が1個ぐらい温帯に入るんですけど、ある程度大きな島っていうのは、うん、日本だけなんですね。イギリスは亜寒帯に属しますね、はい、気候も非常に寒い。寒いですよね、まあ、あれメキシコ暖流がなければもっと寒い、はい、マダガスカルっていうのは一応カスカスあるんですけど、やっぱり熱帯に近い、はい、熱帯地方っていうのは、大きなパンゲア大陸なんかが分割して現在の姿になって、まあまあ1億年とかそういう前ですけどね、まあ、人類が生まれる前ですけど、まあ人類が一応その今片山さんが言ったように性格とか社会っていうのが構成されるのは、まあ大体長く言って5万年前なんですよね。で、まあ、短く言うと2万年ぐらい前なんですね。その頃からの気候風土で自然に感謝しながら、あ、これは5時の、これは3時、ね、3時、あ、はい、そうか、チャイムだそうだ、ね、うん、やっぱりこういうチャイムとかが時間に教えてくれるんですよ。そう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 、はい、昔の寺の鐘ですね。そうです、5つの鐘が鳴っているとで、こんなのが入るから良くないなんて言って、時計を持ってる時代がおかしいと。そうです ね、 ね、自然のままに言って。次は4時、次は5時です、ね、あ、5時ね、夏場はですね。ああ、なるほど。いや、もうすぐ入れ替わって6時になると思うんですけど、冬時間は5時、3時、5時だと思います。若干ずれると思いますね。冬はまあ5時になったら帰りましょうってんで、カラスが鳴くからって、そういうことですね。そういうことですね。なるほどね、はい、それで、日本だけがですね、はい、実は自然に頼って生きていけたんですよ。あ、そうだったんですね他はね、うん、自然に頼れないんです、うん、自然は敵対するものであり、はい、克服するものである、うん、だから日本はもともと自然の恵みの中で、うん、自分とか家族が生きていく、だから戦争もすごく少ない、うん、ところが外国は自然との対立関係にあるから、うん、自然にいくら感謝したって、はい、ダメなんですよ、死んじゃうんですよ、うん、だから他に行って殺してそこの食料を食べると、はい、まあ、こういうことになったので、うんうん、まあ、日本独特の、うん、まあ、自然の文化っていうのができたと、はいはい、まあ、いうことなんですね。そうですね。ですからまあ天皇陛下も日本人は自然に、まあ、だから日本の場合は自然に帰る、うん、自然から出てくるってことなんですけど、これは
日本独特で、やっぱり他は全部自然との対立関係、まあ、宗教なんかもどっちかっつったら自然との対立関係ですから、あの自然をこう拝むっていうのは日本ぐらいしかなくて、他はあの偉い人を拝むと、神様を拝むと、まあ、こういうふうになりがちですよね。まあ、あの先生が以前にもこうお話したその新土富士の、まあ、横文字版というかアホですというかですね、要するにあの私ちょこっとあの仏教なんかも初期仏教なんかをかじって勉強させていただいたことがあるんですけども、要するにやっぱり人間とこの自然っていうのはもともと分かったものじゃなくって、まあ要するに自分がそう思い込んで見てるということを言いますね。諸法は無我であるという言葉で言うんですけども、やはりその日本人というのはなんで日本人たるゆえんがあるのかといったら、こういうその大地とともに暮らしてきてる、そうですね、ということで、そんなに難しい問題じゃないと私は思うんですよ、だからやっぱりそのヨーロッパの人たちはヨーロッパの自然環境で ね、 そうですね、暮らしているからヨーロッパ人であって、そのヨーロッパ人も日本に来て何世代か経つと立派な日本人なんですよね。そうですね。だからそういうこうなんていうんですか、もっとこうあの人種っていう考え方を自然のこの環境と含めて考えないと、花からずっとあのヨーロッパ人はヨーロッパ人か、日本人は日本人かっていう考え方はちょっとまあ、古いんじゃないかなと。まあ古いっていうか、あの東京に世田谷っていうとこあるんですけど、はい、世田谷に住んでる人ってみんなね、はい、変なんですよ。要するにね、はい、自然を全く知らないで、あの世田谷で住んでて、はい、常にクーラー、はい、電車、はい、それなのに自然派なんですよ。あ、自然派。そうするとね、心がもう歪んでてね、あ、まあ、世田谷自然環境派とかね、はいはい、こうなっちゃって、はいはい、まあ、自分本位のこのなんていうか非常に強い自分本位のインテリ族ができる、あ、まあ、そう歪んでるんですね。まあ、これもちょっと仏教的な話ですけど、内部のねだりっていう、そうそう、まあ、仏教というよりも生物的ですよね、息を吐くと吸いたい、吸うと吐きたいと、お腹が空くと食べたい、そう、満腹になるともう食べたくないと、そう、まあ、常に私たちは、まあ、内部のねだりをこうしていることで命をつないでいる。ですから、まあ、世田谷の方がどうかは僕はあの直接存じませんけども、要するにないものに憧れを持つっていうのは、そういうことだろうとは思いますけどね、だから多分この諸外国はですね、その日本人に対してで、まあ、どのような思いを持ってるかというと、日本人が思ってる以上に憧れを持ってるんじゃないかな。そう、あの外国人っていいんですよ、あのね、ヨーロッパばかりじゃないんですよ、中国も中東も中央アジアも全部ね、日本にコンプレックス持ってるんですよ。それは日本に来たらね、偉い人柄がいいなと、みんな言うでしょ、もうみんな親切で、なんでかって言ったら日本は恵まれてるから人に親切にできるんですよね、そういう人生を送ってきた。次どうですかね、ちょっとあんまり、あ、そうかそうか、これがそうですよね、ちょうどだから今言った温帯ですね、ちょっと色が薄いですけども、ちょっと見えないです。この温帯はね、アメリカではフロリダが引っかかるんですよ、それでこう行きますね、こういったここに日本があって、あと中国があって、こっちには何も島がないんですね、ですから島っていうのは非常に住みやすいんだけど、大陸っていうのはちょっと大陸が広すぎて気候が激しいし、それから雨が降ったり乾燥したりするでしょ、しかもあの人が全部馬で移動できるから、だから虐殺が行われるんですね、そういう点ではあの日本は非常に特殊だったっていうことですね。次行きましょうか、もう、それで自然が人を生む、今の話にもね、ちょっとあの重なりますけども、要するにね、あの細かく考えて、見なくても見てもですね、まあ、日本人のもともとの思想にうぐすな思想っていうのがあったんですよ。このうぐすな思想っていうのは生む、そして土、まあ、土と書いて砂と言いますけども、うぐすな思想、これは何かというと、あのこの自然が私たちを作ってるんだと、もうこれはもうなんかありありとした現実として毎日の生活の中にうぐすな思想っていうのがあった。でそのうぐすな思想の中心に、まあ、その昔は大きな岩とか大きな大木、まあ、大きな大木って書かれましたけどもあって、それはあの岩倉とかひもろぎっていって、まあ、自然に感謝する場所として僕らは暮らしてきた。ですからね、要するにこう常に自然に、まあ、敬意を払うというか、まあ、池の蓮、怖いけどもありがたい、
ところがね、先ほど先生も武田先生もおっしゃったように、西洋というのはやはりその岩であり砂でありっていうかね、そういう厳しい自然の中にいると、要するに自分たちの力で何とかしないといけない、ですから徐々に人工的になっていくんですね、ところが日本というのは、自然こういったものが豊かですから、その畏敬の念を抱いている自然についていこうと、模写しようと。ですから庭なんか見ても分かるようにですよ、西洋の庭ったらもう直線で、木々をこう四角く切ったり丸く切ったりってこうやるわけですよね。ところが日本の、庭なんか行ってみると分かるように、うねってるでしょ、道がこのまっすぐドーンなんて行ってないし、で木や岩やその自然を模したようなものを作ってるのが日本庭園って言われますよね。だからこれは日本人がいいとか悪いとか言った話ではなくって、日本の自然という形が日本人の心根を育ててるっていうことではあろうと思うんですよ、ただもう昨今はですね、要するに、これも後ほど話したいんですけども、明治以来、170年ぐらい経ちますかね、ペリーが来てから、だともう170年、もう過ぎてますよね。そうするとですね、過剰になったんじゃないかと、僕は過剰という言葉をよく使いますけども、病気が過剰になったりすると病気になるということをもう、常に、言ってるわけですけど、日本人の心根が明治維新以来、どんどんと西洋に向いていったのはいいと思うんですけども、過剰になっちゃったと、それでね、今バランスを崩してるんじゃないかなと、それでコロナが出てきたわけ。次はどう、ね、これね、1の3があと何枚ぐらいあるって。いや、これで終わりだと、これで終わりですか。あとイラストだと思う。あ、これですよね、これ日本地図を中心にありますけども、これ見るとね、こちら、西北の方向、これ中国とかロシアとかありますよね。ここはね、低温で乾燥しているシベリア気団っていうのがこう生まれる。で、この北海道の東側にはオホーツク気団、これは低温の加湿、湿度が多い。で、こちらに来ると、長江揚子江気団ということで、今度は高温と乾燥。で、こちら小笠原気団ですよね、これは高温と多湿。つまりですね、日本って本当に不思議なようなんですが、気温にすると、北が、低い、南が暖かいのは、いいんですけども、この乾燥までもが両方あるんですよ。で、これでね、ものすごくこう日本の大陸がいろんなこの気候の変動で、中和されていくといいますかね、でいろいろ四季折々を味わえるんだ、そんな、気候の中で僕らは育ってるんだっていうことなんですね。そうですね、大変に、一言で言えば自然に恵まれてっていうか、四季折々、三種水明の国土に、住んでいる世界で唯一の民族であると、それで、独特の文化を作った、明治から今片山さんが言われた、170年間の全般はですね、まさに、和裁洋裁和根洋裁だったんですよ、つまり和根は残ってたんですよ、次第次第に和根がなくなってきたのが1930年ぐらいからなんで、2つに分けて議論した方がいいかなとは思うんですけどね、時間がね、大体第1回の終わり、あ、そうですか、じゃまた雨も激しく降ってきましたので、よろしく、自然の変化に合わせて一応休憩を、ありがとうございます、ということで、ここまでの時間はですね、今日は第1回目ということで、この武田邦彦本当の話、深い話ということでお届けしてまいりました。ちゃんとほら、第1話の終わりに雨が降ってくるってのはすごいね、神の何か、そんなの豪じゃないですよ、単に自然の中の流れということですよね、流れですから、水、雨でしょ、そう、全部神様なんですよ、日本では。そうですね、後でまた話させていただきたい、なるほど、じゃあ1回目はこのくらいにしておけという、あんまり1回目で飛ばしてきませんからね、これも必ず、この激しい雨も必ずすぐやりますから、ということで、すいません、改めまして一般財団法人市政学術公開司祭塾代表の片山健先生をお迎えいたしまして、第1回目をお届けいたしました。先生、本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。
love